皆さんこんばんは。今回はですね、7 days to die。 いやーちょっとね、いろんな方の実況者の方見ててね、ちょっとやりたくなってしまったわけなんですよ。でセールで買おうかなと思ってたんだけど、ついついね、もうこう我慢できずに買ってしまったというところでね。まあ一応オプションの方は済ませてますので、どうでしょうね、なんかゲームに参加16日、まあ、多分何もわかんないんで、とりあえずこれは、補充品、死亡時のドロップベルトのみ。なんか優しそうな感じですか？これ120分が最高じゃなかったっけね。日中ゾンビ歩き、他全力疾走と。まあ、ちょっとここのサーバー入ってみましょうか。ポリンキサーバーってですか？これ入れんのかな、これ。はい。おお、入れそうですね。まず操作方法からですよね。チートは一切認められず、結果として EAC による追放利用禁止となりますと書いてありますんで、まあチートのやり方すらも何もわかんないんですよね。とりあえず B を押すとキャラクター画面開くのね。もうそっからですよね。なんか他に、ちょっと見せて。ステータス効果。アイコンクリック。インベントリはこれアイリンだよね、多分ね。ツルハシは金属に対し、一生のは多くのダメージを与えるはめ、スタミナ消耗も激しい。調理された食べると基礎スタミナ値増加。ほう。シャムウェイフードですね。わかんないけど。あれ調理されてないか、あれ。まあ、いろいろわかんないことが多いですね。スレッジハンマーは物を壊すのに最適ですが、加減しなければ何も収穫することができません。やっぱ一個一個にやっぱ意味があるんですね。レンチ・ラチェットは機械アイテムを収集するのに最適です。だから木切るのは斧とかね。そういった適材適所で使っていく必要がありそうですね。まあ、問題は、まずは、クラフトをね、どうやって釣るのかだよね。見てただけですから、動画をね。そして思いのほかこのね、ダウンロードこれ、あ、でも1分あと20何秒でいけるってことかな。ナックル、乱闘武器であり動物や、ほう。ナックルも、なんかいろいろ用途がやっぱあるんですね。肉収集に役立つとか。初めて知りましたね。別に肉、斧とかでいいんじゃないかな。使い分けてらんないね、多分ね。そんな余裕ないですよね。そう、斧は木材収集。ゾンビには倒すに向いてない。槍作るべきでね。ツルハシはこういったまあ鉱石類ですね。ブレード武器は出血デバフを与えます。ディープカットで強化できます。そう、ステータスも何上げていけばいいのか全く何も分かんないんだよね。本当にもう右も左も分かんない状態でいきなしこんなマルチサーバー入っちゃって大丈夫なのかっていうところありますけど、まあ死んだら死んだらでね、とりあえず楽しくやっていきましょうよと。まずは操作慣れるとこですね。アイテム、調べるウィンドウ、詳細タブ。どうやって調べるんだろうね。インタラクト E とかかな。作業にあった正しい道具。ツルハシを使って石、金属、鉱石、ナイフを使って肉。そうだね。で、やっぱあれかな。ピッキングスキルとか上げた方がいいのかな。接着剤。接着剤は終末世界で最も役に立つアイテムであるダクトテープを作るために必要不可欠な材料です。おっと、そろそろ始まりそうじゃないですか。ナイフ交えたらさらに効率上がると。石斧も使えるけど。あ、そうそう、動かなくなった。リロード、調べるいいね。R リロード、フラッシュライト F。インベントリー。インベントリータブキーなんだ。ラジアルメニューが割り当てられており、長押しボタンで呼び出せます。カップスロック間違えて押しそうなんだよね。あれ、俺そういえばプレイヤーなんか選んだっけ？あーっと生まれてきた。サバイバルの基本ですね。はい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 。もう16日経っちゃってるんだよね。で、クエストです。クエストこれですね。所持品のクラフトメニューでできます。タブを押すと、ああ、できますね。で、この下のあれは、ああ、1234。で、寝袋をクラフトするということですけれども、そもそもの、まずクラフト画面はどうやっていくんでしょうか。
とりあえずあれでしょ？これ取るんでしょ？あ、食物繊維採取って書いてあるね。はいはい。まず基本ですね。てか、ちょっと待ってね。思いのほかさ、視点感度がちょっと高いかもしんない。どうでしょう。ああ、まあ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 、なんとかなる？で、クラフトする。はい。これ W でクラフトできる？あ、できるね。で、今クラフト中ですよ、と。で、これやってる間にこう、物を集めるわけですね。はいはい。これ、あ、右がパワーアタックっぽいね。はい。寝袋スイッチした。で、こういうとこに置いて、はい。設置どうすんの？これ、矢印で向き変えるけどさ、E で設置かな？あれ？設置できないじゃない？あ、なに？設置する場所は違う？あれ、なんかさ。あ、できた！置けた、置けた、置けた。で、E を押して、拾う。あ、拾った。で、続いてが、続いてが、ちょっとこれ邪魔だね。これ外せないの？ちょっと寝袋落ちといてこう。はい。木材収集と小石の収集って書いてありますね。小石、小石。小石どうですよね。これ？これ違うね。小石じゃないね。聞く。あれ、全然なくない？にしても綺麗ですね。あれ、小石なくない？あれ？あ、これか。あ、こいつ拾う。あ、E で拾うんだ。E 連打していかないとね。ちょっと感度がもうちょっとあれだね。下げとこうか。ズーム感度も下げた方がいいのかな。ちょっとこれぐらいにしとこうか。できよう。で、これを殴んないといけないでしょ。ほらほら。木材1個。収集。もうパワーアタック。パワーアタック。よし、二つになった。あと小石だね。小石集めたら？やべ、ゾンビいるじゃん。小石、小石、小石。最初はゾンビに勝てないからね。これだろ。よし。クラフト。はい、オッケー。よし。で、次。布繊維系。あ。これさ、どうやって武器しまうんだろうね。これを使っちゃうとさ。あんましあれか？こうして2にすればこう、すでになるね。はいはい。いるね。とりあえずこれで、繊維ゲットしないとね。結構集めたんじゃない？で、石あったら、集めてた方が良さそうだね。よし。着用。W で、W で基本着用。はい、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。はい、で、木材収集で1になる。はいはいはい。これ基本ですよ。で、コンボをクラフト。はい、オッケー。もうすぐ W 使うから。で、ここにセットする。あ、違う違う違う。捨てちゃった。回収。はい、置く。次、羽の収集と小石の収集って書いてあるね。木材収集まだあんじゃん。はい、オッケー。羽。羽と小石か。あそこにゾンビいるね。これは？はい。ないね。で？羽ね。羽は鳥の巣的なさ、そういうのでしょ？小石はまあ転がってるだろうから、こういうのね。いいんだけど。羽なんてすぐ早々見つかんなくない？鳥の巣？あった。これだ。
ダブルで取る。で、この状態からさ、すぐパッて抜け出すにはエスケープキーしかないのか。はい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 。これメモいらなくない？で、こうして、はい、これ。で、また木材。あ、あれでいけるわ。スクロールでいけるわ。数字押さなくても。あ、いいですね。もうちょっと取っとこうか。で、これね、これ大量に必要だもんね。はい、で、これ作ってる間にまた、ぴってるよ、これ。シャムウェイフーズとかのああいう高いところの武器取りに行くのに使うんでしょ？上がってますよ。これ大量に作っといた方がいいんでしょ？これ。ねえ。はい。で、これを。はい、置く。基本、右、左クリックで向き変えて、左でつけるっぽいですね。で、それを、これをアップグレードするのは？え、違う。はい、これじゃ。え、アップグレードどうやってするの？斧じゃねえの？あれ、これじゃったけど。はい、設置します。え、アップグレードできないじゃん。どうやってアップグレードするんだい？あれ、斧でやってなかったっけ？あれ、棍棒じゃないよね。あ、だよね、ぶっ壊れちゃうよね。あれ？これ設置するでしょ？で、斧でしょ？右クリック押しても何もならないんだよね。あれ、違うの？これ壊れちゃうよ。ちょっと待って、もう一回やろう。こうします。壊れちゃうじゃん。これ設置します。はい。なんで？どうして？アップグレードができないじゃん。アップグレードの方法教えてほしいな。メニューじゃなくて全般？武器のアップグレード的なのないの？これスロットはいいんだよね。いや、ないね。アップグレードができないね。右クリックじゃないんだ。これだと壊れちゃうじゃん、これ。左やっちゃうと。建築どうやったんだろう。え、なんか押しながらやんの？クラフト、キャラクター、地図、スキル、クエスト。うん、違うね。シフトジャンプでしょ？コントロールしゃがむでしょ？で、これ壊しちゃうでしょ？もういきなし詰まっちゃったけど、基礎の着工できなくなっちゃった。これパワーアタック。何しながらだろうね。ほら、アップグレードできないんだよ、これ。叩いちゃうしね。修理はできるっぽいけど、アップグレードじゃないんだね。アップグレードするのにはどうしたらいいの？フレームはできてもさ、なんか違う？作るもんが夜になっちゃうけど。このままだと。困っちゃうなぁ。とりあえず、これ、シューズと、ハットも作っとこうか。あ、グローブも作っとく？いやぁ、想定外だなぁ。アップグレードの仕方がわからないっていうね。斧じゃないのかな？ハンマー的なものがないとダメ？
ハンマーなんてある？釘抜きハンマー。そんなことないでしょう、だって。ねえ、ハンマー。あれ？スレッジハンマーになっちゃうよ。違うでしょ？これ、壊したのを、あれ？なんだろうこれ。流力。あ、壊れちゃう。こうじゃない。ほら、壊れちゃうんだよ、これ。もういきなり詰まっちゃいました。まあ、ちょっと、ゾンビも戦ってみようか。夜だから絶対戦っちゃまずいと思うんだけど。外した。あ、しかも HP 表示されるようになってますね。これはいいな。で、M でマップでしょ？向かってきてる。倒すか。入って！ほい！ほい！ほい！やばい！スタミナ切れ！なるほど。ほい！よくやってるよね、みんな。こうやって。入って、入って、入って。そんなうまくいかない。よっしゃ。この野郎。ほら。頭ぶん殴って。よいしょ。ほい。ほい。はい、倒した。倒したらいいんだけど、これよ。これ、みんなやってるこれ。これができないの、これ。そう、修理はできるんだよ、修理は。あれ？あれかな？木材足んない？そういうことか？ちょっともらってこう。いやーもうこの世界で生きていけないわ。フレームのアップグレードができないんだもんな。これ層の木材あればいける？はい、立てます。はい、いけた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 。そうでした。木材足んなかった。で、小石の収集ですね。石収集しないと。全然しないじゃん。あ、ちょっと待って、あれ分解すればいいんじゃない？これ。これをさ、これもらっちゃえば小石になんない？小石3つになった。じゃあ、あと3つ探さないと。これダメなんだもんね、ここら辺の。うん、小石じゃないんだよ。小石じゃないから、てか斧壊れちゃうわ。ちょっと斧壊れちゃうから作っとこうか。薄れちゃっていいんじゃない？もう、ぽいっぽいって。よし、新しい斧ゲット。で、小石を拾いの、お、小石、入ってないね。いやー、全然、石なくねえか。鳥の巣でしょ？ちょっと羽拾っといた方がいいかもしれないね。これまとめて拾う的なのないのかね？多分あるよね。あるものをすべて右に移す的な。あれ、全然石ないじゃん。石ないからこれで回収しとこう。もうみんなやってんじゃん、ほら。小石の収集。あれ？もしかして俺石斧使うのに。小石使ったな。これは。あれ？ないね。あった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 。あべ！砕いちった。あ、大丈夫か。で、キャンプファイヤーを作る。で、こういう風に置いて。はい、設置。あーっと、目的地が示されましたね。よくやったな、生存者よ。多大なる可能性を持って、自身の有能さを示してくれた。最寄りのホワイトリバー前哨基地の場所を地図に記しておいた。そこで出会った友好的な証人として会いましょうということでね。行こう。トレーダーハウスの近くに拠点を構えましょうね。まあ、HP やばいね、そういえば。これ使っといた方がいいんじゃない？健康度。おい。
愛がインベントリじゃないんだな、これな。タブで切り替えね。いやー、厳しい世界に来てしまったかもしれない。これ行くついでにいろんなもん漁っておいた方がいい、こういうの。これ、腐りかけのゴミだって。で、これさ、全部右にさ、シフトするのどういったんだろうね。あ、R だ。あー、なるほど。これちょっとずつ学んでいかないとね。これ早めにトレードハウス行った方がいいかもしれないね。で、水、食料必要だし、救急キットも必要になるしと。もういろいろと必要になっちゃって大変だね。やはりいろんなとこで木切っといた方がいいんじゃないか？で、あれか、重さもね。重量制限もあるでしょうから、気をつけていかないといけないのかな？あ、疲れちゃった。ジャンプすると、あ、スタミナ減るね、やっぱ。むやみにジャンプしない方がいいな。で、意外とこの世界、小石がね、ない。ですね。はい。900メートル。あー、お家がある。で、あれだな。弓。レシピ。うわー、小石がた、小石がねー。結局すべては小石よ。小石なんてそうそうあるもんじゃないじゃん、だって。まだ入んない方がいいね。まずはちょっとトレードハウス向かいましょう。そっからだな。はい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 。とかさ、レベル全然上がんなくない？こんな経験値えぐいの？ 9807 ってあるけど、こんなもんだっけ普通。レベル1上げるのって。なんかまずくない？全くわかんないんだけど、普通ならもうさ、すぐ最初ってレベル上がるもんじゃない？こんなもん。だとしたらちょっと厳しいね。あ、鳥の巣。取っとこう。鳥の巣。取っとこう。弓のクラフトができないだろうけどね。あと、あれだね。切り株だっけ？蜂蜜を手に入れておくと、なんか感染マーク出た時にね、いいんですよね。こう、ちょっとずつこういった知識をね。実際やって、あ、ツルハシも作んないとか、そのうちね。ツルハシどうやって作るんだろうね。あ、スパイクいっぱい作れる。ツルハシは？あれ？ツルハシ。あー、作れねえわ。なるほどね。あされと。ゾンビの数少ないですね。平和です。いいですね。ここも怪しいな。ここだけ当たっとく？羽じゃないの。いや、でも弓も難しそうだからな。ん？気のせいか。あ、誰かあれ立てたのかな、あれ。あっと。なんか立ててんね。これ回収できんじゃない？あ、木材4回収できるけど。結構回収できる。じゃあ、トレードハウス向かいましょう。いやー、やっぱね、実際に動画でこう人がやってるのを見るのとね、自分がやるのとじゃあ違いますよね。19時ってもうやばいんじゃね？大丈夫これ。まだ、夜じゃないよね。22時だよね。あ、また誰か作ってる。22時からが夜でいいんだよね。ちょっと早めにトレードハウス行きましょう。やっぱ最初はクエスト受けた方がいいんだろうな。右も左も上がらない。もう、あれですよ。異世界転移者ですよね。転生じゃなくて。あ、なんか立ってる。もう完全にこれフェラルフォード用の建物じゃないですか。あ、誰かがこれ建物作ってますね。ほら、ハッチ作って。あ、なんか植えちゃってる、じゃがいも。やっぱね、既存の建物を拠点にしちゃ、え？何？撃たれた俺。気のせいか。
ってかトレーダーハウス開いてない説？この時間トレーダーハウス開いてないんじゃない？あ、開いてる開いてる。やったやったやった。早く閉めよう閉めよう。あー、来た。はーい。さあ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 、来ましたよ。If you are here to buy, ジュン。I've got the best selection of medicine in the wasteland. え？在庫見せてもらえる？いや、もう何がいいのかわかんないよね。レンチね。まあ、わかんないんだけど、トレーダージェンにも HP あるけど、仕事ある？あ、回収があるじゃない。285だって。これ行く？ねえ。あ、隠された。あ、ショベルないよね。これ行こうか。よし、持って帰ってくるぞ。これあれでしょ？誰かが物を売ってるんでしょ、これ。レンタル自販機。さあ、あ、でもこの時間からクエスト受けるって非常にまずいんじゃないの？はい、閉めとこうね。ゾンビが活発化するよね。大丈夫かな？まあちょっと最初はね、このクエストをクリアしたぐらいで今日いいんじゃないですか？どこだろう？もうちょっと先か。ほら、もう死んでる人いるもん。厳しい世界ですよ。持ってる武器これしかないからね。槍とか欲しいとこじゃない？ツルハシもないし。これは？あ、調べらんない。これ床抜けそうで怖いね。行こう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 。まあ、フェラルホードは死んじゃいますよ。さすがにね。まず7日目すら生きてない人間がね、いきなし21日目のフェラルホードでどうにかしようって、ああ、誰かプレイヤーいますね。どうにかしようっていうのが間違ってますよ。あれ、この中じゃない？え、ここか？え、ここじゃない気がする。こっちか？あ、クエストのとこまで行かないとなんだよね。あ、このお家だ。これだ。ここだ。誰かクエストやってるってこと？じゃあもう隣ちょっと漁ってよ。あ、ここでかそうじゃない？ちょっとここ、あ、なんかある、なんかあるけど、あれダメでしょ。金庫だな。これ入り口どこだろうね。しゃがんでった方がいいのか。あ、怖っ。暗いですね。ゴミの山。羽しかない。おっ、おい、びっくりした。おい、おい。危ねえだろ。開いて。開いて。痛い。ほい。ほい。あれ、別のとこ殴られてない？あ、いて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 、あ、いていていて、あー、殺された。嘘。食われちゃった。いやー、鳥肌立った。いやー、厳しい世界ですよ。あー、夢か。すべてを失った。うわー、やっぱさ、槍とか作んないとさ、もう勝てなくね？槍どうやって作るの？槍とかもないじゃんね。スパイク攻撃するか。いや、すべて失ったわ。まずはさ、はい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 。あれから始めないとね。え？斧？斧っていうか、またそこら辺作るとこから始めないとまずくない？やっぱね、この時間が敵強いんだよ、多分。
ほい。ほい。心折れちゃうよ。で、あ、そっか、物落ちてるから、それ回収しなきゃいいのか。ちょっとそれ回収しに行こうか。大丈夫かな？なんもないけど。いやー、武器なんもないと怖いなー。近いね。この建物だよね。ちょっと怖いからね。さあ、どこだ？私の、あれ？こっちか。あれか。返してもらおうか。私の大事な、あれ？あれ？ここだっけ？あれ？なんか。やばい、22時になった。なんかやばいんじゃない？夜になるとさ、ゾンビ凶暴化するでしょ？いやー、アイテムだけ回収したいなー。アイテムだけ回収させてくれないですかね。あれ？こっちか。あった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 。大丈夫かな？ありましたね。ゾンビ2体いたかんな。やべ、ちょっとスタミナ。危ないかんね。入って！え！バックパック調べる。暗すぎんだろう。いるわ。うわ、動かねえし、浮上し。なんだよ。おーの野郎。うら。どうだ。これでどうだい。うら、来て見やがれ。燃えろ。うら！危ないかも。やったか。これ回収できないんだよね。やったな。やったんだけど、これ回収できねえじゃん。あ、これタイマー壊れない？やったな。お、鎖掛けのバッグ。フラッシュライトじゃない？あら。なんてこった。ちょっと待って。フラッシュライト。フラッシュライトですね。いや、問題はさ、ウッドスパイク欲しいね。ちょっと大量に。大量に欲しいんだけど、いや、正義の味方、ウッドスパイクよ。うわ、真っ暗すぎるな。ちょっと待って、どっかで木材回収。これは木材回収できんじゃない？ねえ。もう、ガンガン回収させてもらっちゃうよ。これは木材でしょ、これ。違う？よし。オッケーオッケーオッケー。待って、ウッドスパイク全然。なんてこった。ウッドスパイク、ファンシーなトイレ。なんもねえ。いやー、これ夜行くべきじゃないよね。いる？あ、いない。いなそうですね。いなそうですね。いや、バイオハザードやってるわ、もう。これ、ゴミは？もう何がいいのかわかんないアイテム。絶対いるで、いたわ。3匹いた。いましたわ。お邪魔しました。夜行くべきじゃないんだよ、やっぱ。ね？
え、なんかやばい。どっかで目覚めた。あ、向こうにいるね。トレーダーハウスどこだ？あれ？トレーダーハウスの場所がわかんないぞ。でね、これ途中ストップができないんだよね。困っちゃうね、そういうの。トレーダーハウス一回逃げたいな。トレーダーハウスどこだろうな。教えてもらってもいいですかね。怖いわ。夜。出歩いちゃいけないわ。ティア回収する前にね。どれだろうね、トレーダーハウス。あれ、これじゃない？ウェイポイント、これかな？トレーダーハウスこんなとこだった？あれ、俺どっから来たんだ？トレーダーハウスの場所がわかんないじゃない。地図上に表示。ウェイポイント共有。これ、ウェイポイントやめた方がいいかもしんない。これ違うかもしんない。これウェイポイント、これっぽくない？ウェイポイントの場所までちょっと帰ろうか。え、なんかやばくない？犬がいる気がする。ああ、やばいやばいやばい。なんかいろんなとこから声がする。怖い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 。早くトレーダーハウス、トレーダーハウスの近く帰りたい。いや、やっぱね、安全なお家っていうものは必要ですよね。いやー、なんか違う気がするなぁ。あ、でもちゃんと優しいことにさ、ゾンビさんがそこにいますよーっていうさ、あれ、ウェイポイントどこ行った？あれ、俺のやってたウェイポイント違うなぁ。ということでね、とりあえず今回は、ここまでにしたいと思います。ちょっと次回までにですね、どうしようかな、もうこれ、朝明けるまでちょろっと探索っていうかね、そんなことをしておけたらなと思います。ちょっとトレーダーハウス探さないとね、そんな感じでちょこちょこっとやっていけたらなと思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。